本日はようこそいらっしゃいました。私は電脳亭六冠と申します。今日は三遊亭圓朝の三代話の大仏持ちというものをさせていただきます。この三代話というのは寄席に来られたお客様に三つの台をいただいて、その台を使った落語をその場で作り、その場で演じるという大変すごい趣向でございます。三遊亭圓朝がいただいた3つの台は、1つ目が大仏持ち、2つ目が赤牧の祝い、3つ目が新米の目倉小敷と、この3つの台を使って話を作るということになります。墓牧の祝い、これは男の子の七五三のお祝いのことでございます。新米の目倉小敷、これは今では放送禁止用語でございますので、今日はちょっとご勘弁をいただきます。小敷というのはですね、もともとは仏教用語の骨敷、これはお坊様が町中で托鉢をしていろんなものをいただくと、こういう修行のことをですね、骨敷と呼んでおりました。ところが一般の方がですね、むしろを引いて、むしろの上でむしろをかぶって同じようにいろんなものをいただこうということになりまして、これをおこもさんというふうに呼んだりもいたします。今ではですね、この骨敷というのは法律で禁止されておりまして、できないわけですが、昔は全財産をなくして乞食になるということも多々あったようでございます。大仏餅、これは大仏の名物でございます。大仏と言いますと、目から鼻に抜けるということわざの起源としてよく知られております。昔大仏の片目がですね、ガランゴロンガランと大きな音を立てまして、お腹の中に落っこってしまったことがございます。片目がパカッと穴が開いてしまいました。これを見まして地元の方たちがですね、心配して、どうしようとこう相談をしておりますと、そこに一人の男がやってまいりまして、私が治しましょう、あんたが直してくださる、それはありがたいがね、なんつったって目のところまで足場を組むだけでも大変なんだよ。いえ、足場なんぞはいりません。よじ登っていって、穴の開いた中から腹の中に入り、落っこった目の玉を持ち上げてきてパカッとはめればよいのですから、造作もないことです。そう言いまして、その男スルスルスルっと登っていきまして、穴の開いた目の穴からですね、腹の中に入り、そこに落っこっておりました目の玉を持ち上げてきまして、内側からパカッとはめました。これで大仏の両眼は両眼明らかとなりまして、いやー、えらいもんだね、あの人一人で直しちゃったよ、いやーすごいね。だけどあの人、自分の入った穴を塞いじゃってどうやって出てくるの、もう一生出てこないつもりかね、なんて言ってみんなが心配しておりますと、しばらくして鼻の穴からスルッと出てまいりました。これが元でですね、目から鼻に抜ける、利口な人は目から鼻に抜けると、こういうことわざができたわけでございます。利口な人、頭がいい人は目から鼻に抜ける、一方目から耳に抜けるというのがありまして、これは何を聞いても、耳に抜けるバジットを覚えない、バカなやつということでございます。
まあ、さらにですね、目から口に抜ける、これは何かと言いますと、落語家でございますね。何を見てもお笑いになってしまうということでございます。はい、で、まあ、こういったあのことわざが生まれたわけでございます。目から鼻に抜ける、旦那、雪が降ってまいりました。おお、道理で寒いと思った。あ、今日は積もりそうだな。おい徳次郎、なんか外に誰かいるようだぜ。お願いでございます。お父っつぁんが怪我をいたしました。血止めにいたします。タバコの粉を少々いただけませんでしょうか。おや、おこもさんだね。あ、どうしたい。はい、私は新米の目倉小敷でございます。この辺りの様子がわからないものですから、あ、この山下でいただいておりますと、小敷仲間が寄ってまいりまして、ここは俺たちの縄張りだ、渡りもつけねえで不定野郎だと言いまして、私を殴りかかりまして、この子供を守ろうとして、おりますと、後ろからドンと突かれまして、膝小僧をすりむいてございます。お情けでございます。血止めにタバコの粉を少々いただけませんでしょうか。おや、それはかわいそうに。どれ、ちょっと見せてごらん。ああ、膝から血がいっぱい出てるね。あんた、こりゃあのタバコの粉じゃダメだよ。おい、タンスの引き出しに、傷薬があったろ。ああ、それそれ、それちょっと持ってきて。ああ、これね、これはよく効く薬で、そんじょそこらにはないよ。鎧の袖といってね、よく効くんだ。あ、しかしね、しみるよ。いいかい。あ、こっちにもっと足を出して、うん、足を出して、うん、あ、こっちね、いいかい、しみるよ。どうだ、しみるだろう。ああ、旦那様、結構なお薬でございます。ピタッと痛みが止まりました。おお、そりゃよかったね。ところで何かい、その子はお前の子かい。はい、私の子でございます。いくつだね。6つでございます。ああ、大したもんだね。うちの子は5つで、今日が袴着の祝いでね、お客様を呼んで、青膳の料理を取り寄せて、食べていただいて、今皆さん帰っていただいたところだ。あ、うちの子と来たら、料理がまずいの何が気に入らないと贅沢なこと言って、大変な違いだね。そうだ、あ、料理の余りが残っていただろう。ああ、そう、あ、それを持っていくといいね。あ、入れ物がいるね。なんか入れ物を持ってるかい。ああ、旦那様、結構なお薬をいただいた上に料理の余りを頂戴できる、ありがたいことでございます。それでは、遠慮なくこちらの器でお願いいたします。ああ、これね。お、これは朝鮮サハリの水こぼし。あんた、この水こぼしを食器に使ってんのかい。はい、何もかも売り尽くしたでございますが、これだけは手放せず、ただいま持って私の食器として使っております。これは恐れ入った。朝鮮サハリの水こぼしを食器に使っているとは、あんたは茶人だね。おい、お膳を2つ用意しておくれ。恐れ入った。あのね、お膳を用意するから上がっていって、食べていってください。ああ、旦那様、私はかように来たのをございますから。いや、そんなことは気にしなくていいんだよ。あの、扉をちゃんと閉めてね、雪が入らないように。うん、お膳はこっちにあるからね、上がって食べていってください。うん。
ありがとうございます。それではお言葉に甘えまして、これ晃之助、お前なんぞは八百善の料理は食べ始めの食べじまいだぞ。その上お膳でいただけるなんてもったいない。旦那様によくお礼を申し上げなさい。旦那様、おありがとうございます。いや、いいんだよいいんだよ、余り物だけどね、たくさんお食べ。いや、それにつけてもね、朝鮮盛りのこの水こぼし、それを食器に使ってるとは恐れ入った。あんたも昔は相当なお方と思うが、今は自節柄お気の毒だ。はい、私も昔はお客様を呼んで八百善の料理を取り寄せて食べていただいたこともございます。料理がまずいの、おつゆが甘いの、辛いのと、贅沢を申している間にこのようなにわかめくらになりました。誠にお恥ずかしい次第でございます。いや、私はね、あんたがこの朝鮮盛りの水こぼしをね、おこもしていても手放さない。それにね、恐れ入ったんだ。面白いと思ったんだよ。はい、猿方が高く買うから譲らないかとおっしゃいましたが、何としても何の因果か手放せず、お笑いむさでございます。いや、あんた本当の茶人だね。お流儀は？はい、千家でございます。どちらのお弟子で？はい、川上宗次の弟子でございます。あなたのお名前は？名前は言いたくないのでございますが、数々のご親切、何を隠しましょう、私は芝方門前の神谷幸右衛門でございます。ええ、神谷幸右衛門。神谷幸右衛門というと、あのお上の御用達をなさっていた上皇さん。これは驚いた。そう言われるあなた様は？私は御徒町の徒屋金兵衛ですよ。はあ、ならばこそこの水こぼしがお目に留まりました。ありがたいことでございます。いや、これは恐れ入った。そうだ、上皇さんにね、お臼を一服差し上げたいね。そうそう、あの鉄瓶立てでね、夏目、その夏目でいいでしょう。あのね、お臼を一服差し上げたいから。ああ、旦那様、私はもうお臼なんぞは生涯いただけないものと思っておりました。旦那様のお手前を頂戴できる、もうこの世に思い残すことはございません。いや、そう言われると困る。ああ、なんかお茶菓子があったろ。え、お客様に出してもうなくなった？ああ、それは困ったな。あ、大仏餅があったろ。ああ、それそれ、うん、それを持ってきてね。あのね、この大仏餅を食べてください。ああ、子供にもあげてくださいね。ああ、ありがとうございます。晃之助、いただきなさい。お父っつぁんの手にも一つ乗せておくれ。ああ、旦那様、この大仏餅というのは雅で、お茶受けには大変結構なものでございますな。それでは頂戴いたします。おどうなさった？喉に詰まった。もう泣きながら食べるから。あんた、喉が取ったが、目が開いたね。目が吐きまいったが、鼻が風に開いたがって。食べたのが大仏餅、目から鼻に抜けた。